はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ドラクエビルダーズ2パート46やっていきたいと思います。箱舟作りですね。まあ大体あらかた終わったので、お前じゃない、こっちに話しかけましょう。素材も集まり、箱舟作りは順調に進んでいる。滅びの日の前に急ぎ完成させなければならない。そろそろこの辺りでビルダーの鐘を鳴らしてはくれるかって。です。この前鳴らしたよ。困ったんで鳴らしましたよ。よくぞビルダーの鐘を鳴らしてくれた。どうやら破壊神様のお力も強まっている。破壊は創造の対極にあるもの。この地にものづくりの力が生まれたことで破壊神様のお力が高まった。ハーゴン様はそのために現実世界からビルダーを呼び寄せた。三神官の一人たるアデンとも話し合いたいところ。あんたたち、こっちは魔物出が足りねえんだ。議論はいいから仕事に戻れと。箱舟の二つ目の設計図を仕上げちまおうぜ。え、まだ仕上がってないの？仕上がんなかったっけ？こいつ来た。箱舟は着々と完成に向かっている。なぜだか俺も鼻高い。箱舟というからには魔物だけでなく植物を乗せてみてはどうだ。園芸ってやつが大好き。怪しい植物園。怪しい植物園があれば料理の素材も手に入れられる。植物で心も洗われていいことずくめだ。部屋の中にロッカー1つ、奇妙な花4つ、奇妙な大花を2つ置いて怪しい植物園を作る。部屋に置いてもらう浮遊植物は確か箱舟の外の岩場にあった気がする。おーい、で次ちょっと待って、こいつドイツ、お前か。ここまで箱舟ができたのはオイラが親方だったおかげ。箱舟作りは腹が減る。どうも食欲までビルドしちまうみてえだ。そこでお前には食い物をビルドできるように魔物の基地を作ってもらいたい。魔物飯マウンテン皿ってなんやねん。収納ロッカーレンガキッチン。魔物飯マウンテン皿の素材になるメガ盛り守りメガ盛り魔物飯、うごめくつる、腐った肉、苦キノコ。素材が分からなかったらオイラに話しかけてくれと。箱舟の中に部屋を作ってくれ。出航した後も料理ができるように。新たなレシピ、これはそうだね、魔物飯マウンテン皿だね。っていうかさ、こう部屋がさ、左右にさ、こことさ、ここにあるんだけどさ、これ活用しろってこと？じゃあちょっと待ってね、これレンガキッチン左側に置いとくか。こっちをキッチンにする。で、魔物飯なんちゃらは苦キノコって言ってたよね。2個しかないけど、まあ取り出そう。これとこれとこれ、おい。で、あとはロッカーか。ロッカーちょいちょい必要になるね。ちょっとロッカーここか。違う、ロッカー作んなきゃいけないからこれだ。ロッカー2つ必要なのか。あと、まあシドニウムは結構作ったからね。で、じゃあロッカーをここに置いて、もう隣でいいよね。ちょっと待って、こうか。小さいシンプルキッチン、魔物用じゃないんだけど。で、じゃあここのロッカーを端にしとこう。で、花を置けって言ってたんだよね。え、ちょっと待って、もう一回聞きに行く。おい、怪しい植物園、ロッカー、奇妙な花4つ、奇妙な大花2つ。花4つ、大花2つか。大花2つ、花2つしかない。じゃあ外に行って回収してくるか。どうせこれでしょ、これはうごめくつるか多分。そうだね、これ大花っぽいな。ぽい、あ、これ花っぽい。ほう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 。苦キノコも少し回収しとくか。じゃあついてくるのってメタッツだけなんだ。
鶴はそれなりだからな、数は。あとはここら辺を回収したら戻るか。一応ノルマの花はゲット。まあ2つくらい余分に持っておこうかなと思ったけど、その2つがない。いや帰ろう。怪しい植物園はまあこれでいけそう。ってか花どこに置く、取り出しとこう。じゃあここ、うわロッカーが見えないんだけど、怪しすぎでしょ。端っこに置いとこう。怪しい植物園完成。あいつどっから来るんだ多分地下でつっかえてんな。いやすげえ人っていうか魔物来すぎ。呼ぶかこっちに、わけわかんねえから。へかもん来ない。あ来た、怪しい植物園を完成させてくれた。これは癒される。あの時お前をぶった切らなくて本当によかった。剣を持っているせいかすぐに首を切り落としたくなる。前にも船の中で骸骨の船長に首を切られそうになった。そりゃすまん、俺様からそいつの代わりに謝っておこう。メタッツやグレムリン、そしてキラージーンにまた会えたのも全部お前のおかげ。改めて礼を言う。で飯の方、よいしょよいしょよいしょ、待て待て待て、収納とか、あ、レンガ基地、あと魔物の皿だけでいいのか。な、人気すぎでしょこの植物園。じゃあ受け取って、これさ何直に置くの。なんかテーブルとか欲しいんだけど、まあ魔物だからいっか。食べちゃった怒って思ったら食べちったよ。これとこれとこれ、苦きのこ取ってきてよかった。あれどうやってさ置くんだっけ、食べちゃうよね。置くやつを作んなきゃダメか。壁床階段じゃなくて生活家具だって、生活家具なんてこれしかないよ。祭壇の上には置けないでしょ。いや置けるかもしれないけど、え、魔物マウンテンの皿はあれを素材にして作るのか。あ、そうだそうだそうだ、そういうことだ。メガ盛り魔物飯できるまで待とう。結構時間かかんね。もうお腹いっぱいだから大丈夫だ。じゃあこれ入れとけば勝手に作ってくれるってことか、素材として。じゃあ入れとこ、はいはいはい、どうぞ。よしゲット、ようやくゲット。さあそこからこれを作ればいいんだ。飾り家具か。でこの飾り家具を、まあ、あでかっ、こっちのどっか。じゃあ、おすげえ、小さい魔物のキッチン完成。料理ができる。お前の分も収納ロッカーに入れておくから、よかったら食ってくれ。本当に面白いっていうか頭のおかしいやつだ。破壊を信じるハーゴン教団の精神で、人間のビルダーであるお前が中心になって物を作る。破壊神様はお前の友達だったな。絶対会える。お前たちの再会を応援している。あ、なんだ敵、敵か。まあこのメンツだったらなんとかなるでしょ。警告警告、魔物の気配、黒き魔物たちがここに迫っている。ここまで作り上げた箱舟を壊されるわけにはいかん。 OK、 前も大丈夫か。わしはもう追いぼれ、ん、追い先短い、いつ壊れるかわからない。
パーツとか変えればなんか治りそうな気がするけどね。キラーマシーンだから全員戦うのこれ。もうちょっと待って、わけわかんないんだけど、意味わからん正直魔物もさ黒くてよくわかんねえんだけど、ボストロール軍団だな。いた、はい、50も食らうの。甘く見ていた。あ、やばい、これちょっと食らう。いて倒した。あとどれ敵、あそこにいるのは魔法使いっぽいですか。あいつら倒したらどうせまた次出てくるっしょ。ためとこう。せいやー、そうか、はやぶさの剣はあれだね、一発が弱いから溜めてもちょっと微妙な。げ、出やがった。起こしてくれ、ミステリードール。おどきがいる。どうなってんだこれ。え、これ誰、わかんねえな。シルバーデビルのでっかいやつか話すとか、こんな戦場で何を話すんだ。俺もひたすらはやぶさの剣で攻撃をする。倒した、いて、結構ピンチだね。は、何これ、装備する。え、何これ、光の鎧、マジでなんか死んねえけど手に入れたんだけど。だって光の鎧ってあれだよね、ドラクエ3のさ勇者が装備してたロトの鎧だよね。いわゆる黒い魔物を倒した。僕たち破壊から箱舟を守れた。破壊してばかりだったが大切なものを守るというのも悪くない。守ったり作ったりする方が壊すよりも難しい。しかしそれもいいものだ。これを機に我々は破壊と縁を切る。破壊は悪、ものづくりこそ正しき道だ。私も同感です。ビルダーバンザーイ。こんなにものづくりを褒めてるのに。箱舟の建築は建材があれば俺たちもできる。車の改造に使える素材か。破壊神様の抜け殻を素材にしてる。とんでもないものを見た。破壊神様の目玉、その名も光放つ大眼。それはものすごい力がありそうだ。5つ持ってきてくれって、そんなさ何個あるかわかんの簡単に言うけどさ。まあ行ってくるけど、てかさ、俺寝るとこなくね。ヒットポイントは結構やばいんだよな。ソファーじゃだって寝られないっしょ。生活感覚これしかないからね。薬草系がないんだよね、薬草系が。まあ飯を食うしかないんだけど。てか魔法の鎧いいや。ドロドロ飯はでも35は回復するのか。まあいいや、とりあえず取ってこよう。じゃあ車に乗ります。レッツゴー。どっちから回っていけばいい。こっちからやっぱり行くべきか。道順で行きますか。順路でこっちの方っぽいからね。いて、ダメージを食らったぞ。え、メタッツいる。あ、いるわ、乗ってるわ。こっちになってんだ。暗闇は無理でしょ、だって。あ、あそこにある。え、あ、またこっちへ行けと。あ、そっか、ワープできねえからな、帰るときも自力で帰んなきゃいけないんだよな。ちょっと指導の腕がやべえな。うわ、ちょっとマジで行って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 。もう破壊がすげえな、ここらへん。なんか指導だけさ格が、ちょっと待って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 、こっちか。格が違くないか。あれ、お前なんだ。でかいおじさんがいる。この辺りがガーゴイルさんの言っていた光放つ大眼がある場所。赤い水は何だろう。中がぼんやり光っている。
何か知ってるかもしれない。聞いてみよう。悪デーモン、こいつ。これなるは滅びの日。あのような赤き海と巨大な目がこの地に降ってこようとは。誰だお前たち。邪神官アデン。え、お前アデンなの？知らない。覚えておくがいい。三神官の一人アデン。人間とメタルスライムがここで何をしている？光放つ大眼を取りに来た。この上にある赤き海へ入り泳いでいけば登れる。まさか破壊神様のお体の一部を破壊するつもりなのか。え、なんか襲ってくるとか。大丈夫？これヒットポイント減るの？上には名前や。とりあえず飛び込もう。なんかめっちゃ泳いでるけど、とりあえず上に行ってみよう。え、どこ？これ？え、どうやってやんのこれ？ハンマー？え、わかんねえんだけど。壊せる？あ、乗れるね。あ、まず目的地に行こう、とりあえず。え、ちょっと待って。え、やっぱ破壊しろってこと？ここが目的地で。お、よし、ゲット。目。あ、おお、メタッツだった、あいつ。目ん玉かと思った、これ。これ、しかもさ、あんまり水中の中、じっとしてたことないけど、スタミナが減ったらまずいか。ちょっと一回、出よう。え、ちょっと待って、どうなってる？息。あー、やっぱヒットポイント減ってんな。スタミナがなくなるとヒットポイント減るわ。一回出る。ここでスタミナを回復させよう。さあ、そしてもう一回中へ。あいつとんでもねえの見つけたな。これで4つ、あと1つか。取りに行くのが超めんどくさいけどね。まあ5個って言ってるから5個あればいいでしょう。ちょっとこればっかりは余分に取るのがめんどくさい。おわお。こっち側から上陸するか。まさか本当に破壊神様の目玉を破壊してきた。何者だ。破壊神様の一部を壊すなど罰が当たるぞ。三神官の一人、ジゴックもヨージスもみんな一緒にいる。事情は道すがら聞かせてもらうことにしよう。その蔵でも乗れないって。だからさ、帰るか。こいつすぎる。来た道を戻ればいいよね。ちょ、じゃ見えねえんだけど、悪デモンとか。ここはちょっと破壊がやばい。で、悪デモンのせいでさ、なんだあれは。危ない。よく速度落ちないよな、こいつ乗っけて。良い乗り心地だ。それであやつらは運転しながら聞いてんのかな、話を。ふむふむ、なるほど。物分かりはいいのかな。じゃあ指導様とはどういう関係なんだ。友達でごわす。
あれどっちから帰ったっけ。うわうわうわ危ない。あこっち、運転が、3つさえ覚えればまあまあまあ大丈夫だね。何、箱舟だと。到着です。これが箱舟か。私の想像とまるで違う。まあそうだろうね。ガレージに持って、でかアクデム入れんのお前。無理くり入ってきてるけど。これが魔物たちを救う箱舟か。ビルダーと魔物がこれを作ったとは。アデン、やはりあなたもビルダーに導かれてここに来たか。久しぶりだな、時刻表示です。話は聞かせてもらった。まだ半信半疑だが、箱舟作りとやら手伝わせてもらうとしよう。ハーゴン城について何か知らない？ニカミックスは破壊神様に会うべくハーゴン城に行きたい。結界がある。その結界は宙に浮く3体の黒い魔物が作り出している。超スーパーカーを改造しないといけない。邪神官アデンが仲間になった。アークデモンさすがにでけえな、本当に。で、あと何する？ちょ、わかんねえ。人が、ちょっと人がきすぎてわかんねえよ。光放つ大眼を取ってきた。高エネルギー体を検知。その目玉、やはりすごい力を秘めている。車の改造や墓骨作りに行かせよう。いつか必ず使う時が来る。ところでキラージー、前から持っていたあんたの体にはすごい武器が仕込まれている。この武器ならば黒い魔物も一コロ。え、どれ、その剣のこと。剣材を用意しつつ魔物ビルダーのものづくりを見ててくれ。いやだからもうさ、終わってんだって。箱舟作りはすこぶる順調、ざっと 90%。 この設計図が完成したらさらにいくつかの、あやばい、また揺れ。どうやら破壊神様のお力はさらに増大している。破壊神様が本格的に暴れだしたら大変だ。早く箱舟を完成させなきゃ。箱舟作り使う建材を収納箱に入れてくれておろうな。大丈夫大丈夫。あっしは最近ものづくりが楽しくて仕方がない。おいらもう教団のマークすら見るのも嫌だぜって。そんなに考え込んでお腹でも痛いの？ふと考えてしまったんじゃが、箱舟が完成しても誰が操縦するんじゃ。わしは船など操れんぞ。誰、なんか誰か、なんか言ってくれ。アデン様、牢屋に入れられてるみてえだな。船長はいるのか。ミカミックスよ、箱舟も船長がいなければただの箱じゃ。このアデン様に箱舟の船長になってくれる者の心当たりがある。世界の狭間と呼ばれる地に妙な船の管理をしておる変人がおる。もう何から何まで変なやつ。船の管理をしているなら箱舟の船長も務まりそう。変人でも何でもいい。世界の狭間というのが厄介。暗い闇に閉ざされ簡単に行ける場所ではなくなっておる。きっとみんなで考えれば暗い道を進む方法も見つかる。一応みんなと相談してみよう。みんなってなんだよ。誰、こいつ。話は聞いた。世界の狭間の暗闇、そんなとこどうやって行けばいいんだ。みんなで知恵を出し合えば必ずなんとかなる。ライト、超スーパーカーの目からピカッと何か出せないのか。超スーパーカーにライトをつければいい。光放つ大眼、兄にはすごい力がある。超スーパーカーを改造するための設計図を書くんじゃ。車は自分で作らないといけないからね。改造ガレージの設計図、
あとはエアベント4つ、ブロックライトでパイプ系か、光放つ大物超スーパーか直接魔法エネルギーを取り込んで車の目を光らせる。よし、じゃあ作るか。そもそも必要なものを作ってこよう。これあとはこれ、金のインゴットが足りねえ。金のインゴットってなんだっけ。これ4つ必要だもんね。なんかで錬成するんだよな、ちょっと忘れちゃったけど、ここら辺のものだった気がするんで。これいっぱいあんな、入れよう。これも入れよう。時間かかるな、できるまで。ちょっと素材を集めておくか。よし、これで完成だね。結構このごっちゃごっちゃしててさ、パイプとかが苦労したんだけど、今回これからどうするの？まだ勝手に作り出した。これでなんか魔力を注入できるところはこいつすごいよな。グレードアップした。ライトがついている。あ、マナコがなくなってる。車にライトがつくようになった。すげえじゃねえか、車を改造できた。その目からライトが出る。オート制御、暗闇に入ったら自動でライトがつく。それはいいね。光なき暗闇もへっちゃら。やったぜ。世界の狭間に行けそう。ハーゴン城にはまだ行けない。宙に浮かび、その周りには黒い魔物が出す強力な結界がある。車を飛べるようにして黒い魔物を倒して結界を破るための魔法を打ち出す兵器。改造するにも素材がないとダメ。今あまり考えたくない。お前が来るとさらに見づらくなるんだよ。悪空間の中も走れるようになった。運び荷の掃除を任せられる変人を連れてこれる。よし、じゃあ行くか。ちっちゃ、お前らジャパーだ。だからで結局またこっちなのか。進んでいきますか。ピヨーンと。またジャンプしかできないからね。こっちでいいのか、本当に合ってんだか分かんないんだよな。また例によってあそこの谷を抜けるのかな。毎回目的地最初ここだよね。まずはここを抜けろと。高いの砂とかすげえいっぱいあってる。でここに来て、あもうこれあれか、暗闇の世界か。お化けがいる、まあ、暗闇の世界だからね。え、待って、怒っちゃうじゃんこれ。あんまりスピード出しすぎるのも良くないね。ゆっくり行こう。頑丈だからなこの車は。あ、それでこっち側に出ました。
ピヨーンと。すげえ下に降りてきてたんだけど。ちょっと待って、ちょっと待って。めっちゃ下まで来ちゃったよ。え、上に戻れないんだけど。ここか？ん？貴様人間か、どこかで見た顔だ。あの時のビルダー無事だったのか。忘れたとは言わせない。貴様をさらった船の船長だ。貴様なぜこんなところに。腕が積もる話はあと。まずあの腕を追い払おう。俺の船を壊されたくない。こっちに来て準備ができた。声をかけろ。え、戦わない？ちょっと。とりあえず飯食っとこう。ここなら俺の船を壊されずに済む。あの腕を追い払うんだ。貴様の大好物のこれをやろう。昆布。え、腕線投げてきてる。どうすればいい？どこだ、どこでダメージ当たるんだ。あ、チャンスはこの腕がなんか来た時だよね。そこだ、チャンスだ。1回につき半分は減らせらんねえわ。この隙にちょっと攻撃できないかな。ダメだな、やっぱりこの時だけか。相手これを食らってるからダメなんだ。もう一旦かかんな。こいつらこいつかわせよ。何してんだ、まともに食らってんな。あれだ、よーし。どうにかあの腕を追い払った。ビルダー貴様よく生きてたな。随分成長したな。積もる話は後にして箱舟の船長になってくれ。魔物を助ける箱舟、誰かのためにものづくりとは相変わらずお人よしだな。貴様の頼みだ。船長の件引き受けてやらんでもない。質問がある。あの日船の上で貴様にした質問忘れたよ、そんなのも。はい、あっちに何かあるの？教団の壁掛け。え、教団の壁掛けなんか見つめてどうしたんだ。あの壁掛けが欲しい。教団の壁掛けを取ってくるがよい。まあいいか、じゃあ取りに行きますか。壊す、ほい。教団の壁掛けゲット。そんなもの欲しがるなんてどういうつもりだ。そうだね、懐かしいっていうかさ、この船も結構壊れてねえか。パクてこう。ちょ、ここら辺の素材、え、これ何？作る。普通の木の台か。え、扉？これなんか、こっちな、暗いんだけど。あっ！落っこした。こっからか。懐かしいな、俺がいたとこだこれ。壺、あ、これさ寝るところがあんじゃん。回復中、これパクってこう。あ、やっぱ光の鎧、ロトの鎧だね、いわゆる。かっこいい、すげえかっけえロトの鎧。やっぱりちょっとこれ回収してきます。寝る場所が今のところないからね。あとなんか
なんかアイテムねえかな。回収していくか、せっかくだから。これ作れないからね、今この場所だと。え、何これ、調べる。は、壺の中に何か入ってる。稲妻剣。は、何これ、いかれてんだけど。え、どういうこと。いやマジで意味わからん。ちょっと一回全部しまおう。はやぶさの剣だったら稲妻の剣の方が強いよね、ここで手に入るんだったら。え、マジで強くねえかこれ。どんくらい、説明オンにしよう。攻撃力は96、装備。はやぶさの剣ってどれくらいなんだろう。で、はやぶさの剣どこ行った。まあいいや。あ、あった。さすがにはやぶさの剣はちょっともう火力がなんか不足してる気がするからね。これだけ？あ、車はもう怒っちゃったよ。これだけか。まあ来てよかったな、マジで。この船もなんか、あの上の綿みたいなの取りたいんだけど、あれなんだろう、あの白いブロック。くそ、ここがめんどくせえ。破壊の砂でいいや。上に行きたいんだけどな。一回落ちる。いや、こっちから行けるか。いや、あれはさすがにいらないだろう。帰ろう。稲妻の剣手に入れたし、もういいや、用はない。ピヨーン。じゃあこのまま暗闇の中を通り抜けて、これ全部さ、破壊神のなんとか。あ、違うな、草っぽくね。必要になるかな。あ、ここにも赤いあれがあるね。赤い海もちょっと手に入れてないからな。しかし久しぶりだな。そりゃ久しぶりすぎるよ。お前のことなんてすっかり忘れてたよ。いつの間にここに来たんだ。あれからどうしていた。いや本当に積もる話ばっかりだよ、お前には。空っぽ島、空っぽ島だっけ、どっちだっけ。俺はなんでさ、そういえばあの船にいたんだっけ。そもそも面白い、いい人生じゃないか。だってこいつ人生の先輩みたいになってるんだ。突破せ、なんか怒ってた。貴様の船を見るのが楽しみだ。ただいまー。なんだこれはビルだ、貴様が作ったのか。貴様が作っている箱舟とはすごいじゃないか。しかしまさかここがハーゴン様によって生み出された幻の世界だったとはな。俺は船が沈んだ後目が覚めたらあの場所に流れ着いていた。そして今までずっとあそこで船を直そうとしていた。貴様のものづくりを見習って。だがダメだった、ここの連中ともどうにも馴染めず、人でもないのに変人扱いだ。今までのことはよく知らんが、貴様も苦労してきたんだろう。お互いよく頑張ったな。箱舟の船長を任せてくれたこと感謝する。これから同志として出航の準備をしよう。船長が仲間に加わった。船長ってそのまま船長なの。骸骨剣士とかじゃなくて。それでは次、箱舟の船長を連れてきた。しかしお主たちやけに親しげだが、ひょっとして知り合いか。つくづくお前は面白い、今までの活躍もうなずける。それにお前には魔物と仲良くなる才能のようなものがあるかもしれん。箱舟の完成を待つばかり、お前は魔物建築を見ていてくれ。私を知っているか。
待って、これじゃない、お前じゃない。え、誰？あ、こっち？お前か、グレムリン。ちょ、待って待って待って。お前が描いた箱舟の設計図完成させた。オイラたちも立派なビルダーになっただろ。この船は動くんだろ？どうやって動かすんだよ。あれがエンジンなのか、この箱舟の動力。あのエンジン、どのようにして起動するんだ。光放つ大眼が使えんじゃねえか。目印の場所2箇所。ぽーい。じゃあちょっと、これを回収しましょう。よし、行ってくるか。これさ、こっちから行けないっていうのは結構欠陥だよね。どこ？ここ？あ、違うっぽいんだけど。ここか。エネルギー注入。ここじゃなくね。どこだよ。ここ。よし、光放つ大魔の子を置いてエンジンを起動できるようにした。これ外観どうなってんの。ところで、なんかいまいちわかんねえ。つかみきれてないんだけど。お、すげえ。ただすごい。エンジンが起動した。99%、99%。エンジンも起動したのに 99%。何かが足りない。これで箱舟が動かせるようになった。まだ完成じゃない。教団の壁掛けを箱舟の中に掲げる。そのために持ってきた。掲げる場所はどこでもいい。え、どこでもいいの？本当に？教団の旗がこれか。え、じゃあどこに掲げる？どうせだったらなんか分かりやすいところがいいよね。邪神の像のところに掲げとくってか、あの上に掲げたいんだけど、ここら辺に掲げとく。ちょっと折れちゃった。いや、はい、そこには置けません。はい、いや置けねえのかい。じゃあここ、くそ、ここ。え、どこ指定されてる。指定はされてないよね多分。これさ、こっちに来たらさ、あっちが帰れないんだけど。どういうこれ作りしてんの。いや、向こう側に帰れないんですけど、本当に。邪神の像のとこにも置けねえしな。とりあえず飯回収しよう。お、割とできてるね。こいつは多分飯食わないからね。ドロドロ炒め、これパクとこう。じゃあビルダーのとこにやっとく。はい、置けません。ここは置けません。どっからどこまでがあれなんだ。この上はあれ、もしかして、あ、違うな、違う、あれ、わかんねえ。あ、ここ操縦室か。ここに掲げとく。え、どこやねん。キラーマシーンはあいつで、あいつ測った旗を掲げてくれって言ってるだけだもんね。これは作れって言ってるだけだもんね。めんどくさいか、ここでいいや。これどこに置くの。え、全然置けねえんだけど。は、どこ。ここに置いた。禁断の錬成部屋、わけわかんないところに落ちたよ。じゃあ来てくれ、こっちに。教団の壁掛けを掲げたって分かりづら。最高に活かしてるじゃないか。そうか。本当に無事でいるのか、貴様を覚えてるのかも分からん。
何かあったらぶん殴って目を覚まさせる。これは箱舟の完成を検知。まあ確かにすごいはすごいね。ついに箱舟の完成。脱出できんの？本当にこんなところから。破壊は悪とは思っていない。魔物のみんなの旗だからこの船に似合うと思った。俺の車どうなの？ガレージごと一緒に箱舟移動すんの？てか箱舟ってマジで動くのこれ？ビルダーの箱舟コンプリート。箱舟は完成したけど、友達を助けに行くためにスーパーカーを改造しなきゃいけない。結界に守られ宙に浮かぶハーゴン城。城に結界を張っている魔物をぶっ倒すための武器をつけなきゃダメ。陸地のない場所を城まで飛び続ける。車を飛ばす方法は箱舟のエンジンが応用できそう。車を改造するための素材さえあれば完成させられる。これは緊急事態発生。敵か。ただ魔物いっぱいいるからね。大変じゃ。あの黒い魔物たちが押し寄せてくる。本格的にここを潰し気だ。やられるわけはいかない。 OK。この戦いが終われば車を完成させられる。まあ見とくがいい。最後の晴れ舞台じゃ。キラーマシン大丈夫か？ここで死んじゃうんじゃないか。ビルダー入ってくる。もうわけわかんない。誰これ？いって。これ誰？コストロールか。これ自体はなんかハヤブサの剣でも良かった気がすんね今。てかさ、みんな結構減ってんだけど。ヒットポイント。あ、倒した。どうなってるこれ。任せよ。悪でもイオナズン唱えられないのかな。いって。とりあえず戦っとこう。なんか勇者の旗持ってくればよかったかね。勇者の旗って魔物にも効くのかな。俺結構ダメージ食らうんだけど。薬草がないからね今。誰？行って行って、みんなに任せよ。ほら行け。レベル35マックス。35でマックスなんだ。ポイントを回復したいんだよね。これ食べよう。あと5体。え、誰これ？超でけえんだけど。え、マジでわかんない。アークデーモンのでかい版だね。アークデーモン対アークデーモン。うわ、なんか来る。イオナズンかなんかか。うお、イオナズンっぽい。自分の中心だけど。乗るとか誰に。倒した。あ、なんか手に入れた。王者の剣。別にこれあれだね。稲妻の剣は手に入れなくてもなんとかなったね。ここで王者の剣が手に入る。王者の剣の方が強い人だって。路頭の剣だからね。でもドラクエ2って路頭の剣より稲妻の剣の方が強いからな。
よかった。カカ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 カ。限界か。おい、キラージ。わしはもうダメじゃん。いや、よい。今回リカバリーは修理もできない。機械にとって永遠の命ではない。最後の頼みがある。わしを破壊してくれ。わしのパーツを使って車を改造してほしい。そうすればハーゴン城に行くことができる。おごるでないビルだ。壊れるがわしの部品は車の中で生きていく。そうすればわしも生き続けられよう。さあやってくれ。お主のハンマーでわしを破壊するんじゃ。ほいほい。てか王者の剣、え、どっちがいい？一応見てみよう。稲妻の剣は攻撃力96、今俺が装備してんのは王者の剣、攻撃力8886か。稲妻の剣の方が強えじゃん。回転切りでダメージが高いのか、まあ普通に強い方がいいや。稲妻の剣にしよう。じゃあ所詮そうか。よっ。おっ、しょうがない、さらばだ。キラー G を壊したんだね。悲しいけど寂しいけど、キラー G が望んだことなんだ。君の手の中にあるものは何？マシンハート G。 それがキラー G が残したもの。超スーパーカーを完成させられる。やってみよう。マシンハート G を組み込んだらどうなんの？そんなにすげえの？キラー G の核って。大改造になってるけどね。え、残ってんじゃん。最後に組み込むの？あ、組み込んだ。げえ。すげえ。超スーパーカーが完成した。ついに超スーパーカーが完成した。これが完成した超スーパーカー、見違えるようではないか。車輪の部分が動いて下向きに魔法エネルギーを吹き出す。それが宙に浮く力。空を飛んでハーゴン城を守る。結界を破壊する。結界を壊し黒い渦を突っ切れば破壊神様のいるハーゴン城に行ける。ビルダーの友達も救える。乗りたい。車は完成した。キラー G があんなことになるなんて。キラー G は生きている、あの車の中で。ヨージスさんは言っていた。破壊と創造は相入れないものだって。でも僕はそんなことはないと思う。壊れたものはそれでおしまいじゃない。ものづくりと破壊は2つで1つ。破壊と創造は友達なんじゃないかって。今は私もあなたと同じ考えです。破壊の教えを捨てるのはやめにしよう。物を作るには破壊が必要。ハーゴン城に結界を張る魔物の居場所もついに分かった。この揺れは急げ、早く箱舟に乗るんだ。
している。これが滅びというものなのか。この幻の世界もついに。大丈夫だ、出航の準備は整っている。箱舟のことは任せておけ。僕たちと一緒に逃げたっていいんだよ。怖いところなんかに行かなくたって。君はどうしても破壊神様のとこに行くの？まあ、行くっしょ。必ず友達を助けてあげて。これは我々が作った選別だ。どうか役立ってくれ。メガ盛り魔物飯10個。やったー、ありがとう。これはマジで役立つ。僕たちは君の勝利を信じている。いつか必ずまた会おう。え、お別れ？ちょっと待って、お別れなんですか？で、俺の車どこにあるの？ここか。あ、これも一緒にやっぱ飛び立ってるんだね。これさ、下に降りたらどうなの？ところで。下に降りたら、まあ、ワープで帰ってこれるか。ワープで車のとこには帰ってこれるって言ってるからね。というわけで、じゃあちょっとスーパーカーが完成したんで、空を飛んでみたい気持ちはありますけれども、それは次回にして、魔物を倒しに行くのか、次は、そこからやっていきたいと思います。今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。